高田世界館は日本の映画館である。1911年11月、新潟県高田市加古町に芝居小屋、高田座として開館した。1916年には常設映画館となり、以降、世界館と名称を変更。1940年前後には高田東方映画劇場と改称している。第二次世界大戦後は高田セントラルシネマと改称。 セントラル映画社の配給するアメリカ映画を中心に上映した。セントラル映画社解体後は、高田小畜館、高田映画劇場を経て、高田日活と解消した。2009年3月31日に、同館は一度廃業したが、街中映画館再生委員会が特定、非営利活動法人認定を受け、現在は同委員会が運営を行っている。 市内最古の映画館であり、開館以来の洋館建築は、全国でも最古の映画館の一つとして知られ、経済産業省の近代化産業遺産に認定、及び国の登録有形文化財に登録された建物である。1911年11月、新潟県高田市加古町に芝居小屋、高田座として新築春光、開館した。設計は、野口高広である。 新越本線の高台駅の東に位置し、本町通りに前提をもって面しており、背後に儀名川の流れる場所に登場した道館は、当時、白亜の洋館現ると評された。道館の開館は、同年9月1日、道士が姿勢を開始したばかりの時期であり、その背景には、陸軍第13次第が道地に誘致され、1908年11月6日に、 配置されたことが挙げられる。本町通りには、道館の他にも、牛丸食堂、旅館の高田館、高田市庁舎、高田警察署、高田ホテル等、多くの洋館が立ち並んだという。道市内には他に、高森館という芝居小屋があったが、高田座が映画を一部手掛け始めた頃にはまだ、何話説の上演などを行っていた。戦後の資料である。 映画年間1955別冊全国映画館総欄の同館の欄には、1914年5月に創立したとの記述がある。1916年には常設映画館となり、正確な時期は不明であるが、世界館と解消している。1917年12月には高森館が改装されて常設映画館となり、電気館に変わった。 1925年に発行された日本映画年間大賞13.4年には、すでに世界館として、松竹キネマと帝国キネマ演芸の作品を上映する電気館と共に掲載されている。同館の現在の公式ウェブサイトには、日活世界座であった胸の記述があるが、同所以降1930年代に至るまで、同時代に発行された年間の類には、 世界観という表記以外は見当たらず、同館が解消した1940年代に発行された資料でも旧館名として世界観と記されている。同書に売れば当時の同館の工業系統は日活であった。同館の工業系統、同館の経営についても以降、1930年発行の日本映画事業相覧昭和5年版まで全社は日活であり、 後者は杉本雄吉の個人経営であり、支配人も兼務した旨の記述が掲載され続けた。観客定員数についての記録は1940年代になるまで見られない。1940年前後、東方映画の風切り感となり高田東方映画劇場と解消している。1942年には第二次世界大戦による戦時統制が敷かれ、 日本におけるすべての映画が、同年2月1日に設立された、社団法人映画配給者の配給になり、すべての映画館が、紅系、白系の2系統に組み入れられるが、同年発行の映画年間昭和17年版には、同館の工業系統については記載されていない。同書に売れば、同館の経営は、高田修霊であり、高田は支配人を兼務した。 高田は元活動写真弁士であり、戦後に同館の館主となった熊谷恵美子の岐阜である。当時の同館の観客定員数は490名であった。同市内の映画館は、かつての電気館が松竹館と改称して存続していたが、戦後、高田東方映画劇場から高田セントラルシネマを経て、高田松竹館と改称した同館とは、 小畜館を名乗る時期が重なっていない。同市では対戦の終了まで長く二艦体制が続いた。戦後は比較的早い時期に復興し、1947年前後には高田セントラルシネマと解消セントラル映画社の配給する映画を上映するアメリカ映画専門館になった。セントラル映画社は1951年12月27日には解体されており、 その後はアメリカ映画と共に松竹の作品を上映する映画館に代わり高田松竹館と改称した。当時の同館の経営は熊谷県市の個人経営であり支配人も熊谷が兼務しており観客定員数は398名であった。1962年には高田映画劇場と改称している。1971年4月29日高田氏は 直越市と合併して、上越市になった。1975年に、高田日活と解消している。当時の同館の経営は、熊谷工業、同社の代表は、熊谷の利益、熊谷は、同館の支配人も、兼ねており、工業系統は日活その他、同館の観客定員数は370名であった。当時の日活はすでに、 日活ロマンポルノの時代に突入しており、同館は成人映画館に業態を変更している。高田日活は常設映画館としての同館の最後の名称であり、同館の現在の公式ウェブサイトには、途中、高田劇場あるいは、手当る高田であった胸の記述があるが、同時代の映画年間等の資料には見当たらない。1987年1月24日、 1917年以来70年間、同館のライバル館であった高田シネマは、同一経営の高田ムービータイムと共に閉館している。1966年から1989年の時期に改修を行っている。2009年3月31日、熊谷恵美子が代表を務める熊谷工業が経営する同館は閉館、廃業した。 新潟県中越沖地震があった2007年に廃業、取り壊しの危機が起きた時から同館を支援していた岸田国明を中心に結成された町中映画館再生委員会が閉館の年の6月24日特定非営利活動法人認定を受け同館の経営を行うようになった。これを機に高田世界館と解消している。同年には 経済産業省の近代化産業遺産に認定され、2011年1月26日には、国の登録有形文化財に登録されている。以後保存のため市民から、寄付や作業スタッフを募り、定期的に修繕工事が行われている。主に2009年観客席、2011年は屋根の瓦、2014年正面の外壁修繕、2015年はトイレ、 2016年は外壁の耐震工事が行われている。先の近代化産業遺産に取り上げられた以降はメディアの露出も徐々に増えてきている。テレビの取材はもちろん映画のロケ地としても使用されている。2016年現在、毎週火曜日の休館日を除き上映活動を続けている。また演劇や落語の寄せ、学校行事等のイベント会場としても、 頻繁に用いられている。上中スタッフは一人だがテレビで取り上げられてからは、ボランティアで運営に関わる人間がいる。古風な建物古見学者も多く、昨今では、館内の見学ツアーが不定期に組まれている。奈良県山和高田市の高田キネマとは異なる。1960年の映画館、消えた、映画館の記憶を参照した。2010年の映画館、消えた、 映画館の記憶を参照した。ありがとうございます。